回はトニー・ウィリアムズの使っているテクニックを3つご紹介したいと思います。トニー・ウィリアムズをご存知の方、知らない方もいらっしゃると思うんですけども、彼もアフリカ系のジャズドラマーで、とても素晴らしい演奏をする方なので、一度知らない方はぜひですね、彼の映像を見ていただきたいと思うんですが、彼が主に曲中で使っているフレーズをこれから3つご紹介するので、ぜひですね、皆さんも参考にしてみてください。まずは1つ目。これはですね、ブラッシュだと言われるテクニックで、こう、まるでブラッシュをかけているかのような、こんなテクニックですね。これをブレイクダウンしていくと、非常に簡単です。まずはフラムから。の次にこうドラッグが入るって感じですね。で、彼の場合はここにですね、一度ドラッグが入ってドラッグトリプレットですね。そしてこのライドとスネアで、いくと。で、これを、タムに例えば応用したり。だんだん速くしていきます。で、今これちょっとパッドなので分かりにくいと思うんですが、ここの、左手のレムですね。ここをきれいにかませられるととても非常に、いい音になります。という、こんな感じですね。で、2つ目はスイスアーミートリプレックスです。これはですね、以前も僕がご紹介したようなルーディメンツの中に含まれているスイスアーミートリプレッツというルーディメンツがあります。ぜひですね、これを知らない方は、その動画も合わせて見てみてほしいんですけれども、こんな感じですよね。これが、スイスアーミートリプレッツですね。で、最後の3つ目はですね、これも至ってシンプルです。シングルストロークで、キックとシンバルが入ると。これは非常にシンプルな技で、シングルとこのダブルで、
まあ、キックの入るタイミングとシンバル系で一緒になっていると。で、この入るタイミングが、例えば頭なのか、右手からなのか、左手からなのかとか、そういうところでこう違いを出せるようになるととてもいいと思います。例えば、という感じですね。まあ、これの練習としては、例えばアクセントチェンジ、こう右から始まるアクセントと左手からっていう、このチェンジアップ、アクセントチェンジを練習していれば非常に楽にできると思いますので、ぜひですね、皆さんも練習してみてください。というわけで、今回トニー・ウィリアムズの主なフレーズの中から3つ、代表的なものをご紹介しました。ぜひですね、皆さんもこれをきっかけにジャズにのめり込んでいってはいかがでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。